日本最古の神社だから、大和神社小旅所。そこから入る。天皇陛下御即位。俺よう分からんのけど、なんであの神社にいっぱいいろんな社があんのやろな、こんなやつ。こっちは山田神社ね。よく分からないんやけどね。ああ、本殿はあの裏にあんねんな。本殿が裏にあってまた珍しいね。これ元はここには本殿があるね。ねえ、はい、ありがとうございます。失礼いたします。これこのね、この村がおそらくこれ昔古墳だったんやろな。これこんなんやからね、見るからに古墳のね、墳丘みたいな感じだ。これ崩れたような感じね。そんな感じじゃね。今日は、大塚古墳やったかなんか分からへんね、場所がね。ここに来てもうて曲がられへんから、ちょっとやぶ回れ嫌やな、これな。これ一体これ古墳ですか、この建屋は。これほら、これ山になってましたろ。可能性としては高いね。ほら、ずっと森とか削りとしてね、こういう風にしたんだろうな。ずっと歩けますよ。歩く力残ってるか。この辺だけでもね、もう墳丘が間違いなく前古墳だったないのがね、何箇所もありますわ。これもうね、わしら素人が見てもこれ古墳の跡というのが分かる。ここ先行かれへんだけどね。そうやな、どう考えてもね、古墳の跡ですよ。燃えてますよね、なんかね。ほら、車からこれで行ってる。